遥か昔、宇宙のどこかに高度な科学文明を築いた星があった。サイヤ人どもハッチ百、我らツフル人の恨みを飲み込んで。ハッチ百、サイヤ人を、サイヤ人を、いつの日か。それから長い年月が過ぎ、時は来た。今こそ復讐の時。ドラゴンボールスーパーサイヤ人絶滅計画。水をあげましょうね。かわいく咲いたね。なんだあれ。わかった。待ってましたよ。一体何が起こってんだ。今世界中が大変な状態になってるわ。皆さん外出をお控えください。先ほど謎の暗黒惑星から各地に降ってきた装置がここ西の都でも危険なガスをばらまいています。地球はどうなってしまうのでしょうか。ひどいですね。通称デストロンガス、あらゆる生命を奪い尽くす恐ろしい代物よ。孫君、ピッコロ、あんたたちだって例外じゃないわ。私の計算だとあと70日後に地球は絶滅してしまうわ。一体誰がこんなことを。それだけの兵器を使いこなせるのはツフル人だけだ。ベジータ、ツフル人だと。かつて俺の親父に滅ぼされた種族だ。惑星ベジータはもともとツフル人が暮らす星だった。だがそこに漂着したサイヤ人は連中を根絶やしにして星を自分たちのものにしたんだ。それじゃあツフル人の目的は。俺たちサイヤ人への復讐だろうな。地球を巻き添えにするのはおかしいですよ。私もデストロンガスの解析を進めて対策を立てておくわ。
孫君。あ、ひどいありさまだな。父さん、母さんの言っていた通り、これは長いすると僕たちもヤバいですよ。な、早くデストロンガスを止めぞ。だな、俺に任せろ。これでおしまいだ。そのバリアは壊せんぞ。フリーザ。僕がこの手で一刀両断したはずなのに死んでなかったのか。愚かな猿どもめ、貴様たちサイヤ人は俺たちが抹殺してやる。俺たち。はい。久しぶりだな。また会えて嬉しいぜ、スラッグ。貴様らに殺されたサイヤ人の恨み、お前らに分かんのか、タレス。どういうことだ。みんな父さんが倒したはずなのに。何を今さら。無様に殺された奴らが、この身の程知らずめ。ほう、随分立派な口が叩けるようになったものだな、ベジータ。どちらが本当の身の程知らずか、その身で思い知るがいい。来るぞ。こいつ本物なのか。これはあらゆる生命を奪い尽くす恐ろしい代物よ。デストロンガスの毒が効いてきたようだな。もう泣いて謝っても許してあげないからね。力が出ねえ。くそ。終わりだ。消えてなくなるがいい。じゃあね。リーダー、デストロンガスの解析が済んだわ。そしてこれが中和剤よ。
デストロンガスが消えた。気が戻ってきた。こんな短時間でやっぱりすごいな、母さんは。試作品だから少しの間しか効果はないわ。この隙にフリーザたちなんてちゃっちゃっとやっつけなさいよ。これなら覚悟しろよ、貴様ら。怨念、どういうことだ。やっぱり偽物だったんでしょうか。カヨウ様、聞こえっか。うん、悟空よ。どこかにデストロンガスやフリーザたちを操る者が潜んでおるのかもしれん。西の都の装置は止まったが、世界各地のはまだ作動している。元凶を倒さねば地球を救うことはできんぞ。わかった。あそこか。さらに憎しみを増して戻ってきたか。もっとだ。極限まで怨念エネルギーを吸収したとき、我らの復讐を成就させる最強の戦士が誕生する。来たか、サイヤ人。おめえか、デストロンガスを操ってんのは。いかにも、私はツフル人最高の科学者、ドクターライチ。貴様らサイヤ人に滅ぼされたツフル人の恨みを晴らすため、この怨念増幅装置ハッチヒャックの力でゴーストとして蘇ったのだ。ゴーストだって。なるほど、フリーザやスラッグたちを蘇らせたのもお前の仕業か。今すぐデストロンガスを止めろ。断れ。復讐こそ我が望み。地球がどうなら私知ったことか。おとなしくデストロンガスでくたばっておけばいいもの。私自らの手で息の根を貯めてくれる。貴様たちのパワーではこのバリアを破ることはできない。地球と共に滅びよ。おめえの恨みなんて知られ、地球を巻き込むな。おのれ、アイナ
となしく眠ってろ。とんでもねえやつだったな。人の恨みのエネルギーが集まるとここまですげえのか。これで終わったと思うなよ。積年のツフル人の恨みがかな程度で消え去るものか。はっけやく、今こそ我が怨念を吸収し完全なる姿に目覚めるのだ。なんというパワーだ。こんな木を見たことはない。北の銀河は終わりかもしれん。面白くなってきたな。防御する瞬間、エネルギーが消えた。
確かにパワーはブロリーより上かもしれねえ。だけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。作ってくれるチャンスを無駄にしてはいけない。滅びろ今だ。
診断頑張ったわね。悟空ごはんピッコロトランクスベジータ、お前たちのおかげで地球のすべての生命が救われた。たく悟空さん、ごはんちゃん連れてどこで遊んでんだ。おやつの時間だ、早く帰ってこい。わっ、お母さん怒ってる。じゃあ急ぐかごはん。はい、ただいま。おかえり。あ、どうしただその傷、なんで服がボロボロなんだ。何が地球だ。罰として二人ともしばらくおやつ抜きだべ。そんな、ごめんなさい。